有事の際、海上保安庁と自衛隊が連携強化との文書化が発表されたとの情報をキャッチしました。今回は有事の際に自衛隊と海上保安庁の連携を詳しく見ていきますね。自衛隊法80条の具体化した初の訓練となります。中国の動きが読みづらいからね。2023年4月28日、日本政府は、自国が外国から武力による攻撃を被った場合に、防衛大臣が本来であれば、行政組織上は国土交通大臣の指揮下にある海上保安庁を統制下に組み込むことを、統制要領という文書にまとめた。この統制要領において、防衛大臣が直接の指揮を行うのは海上保安庁長官と明記されており、日本が外国から武力による攻撃を被った場合には、自衛隊が戦闘任務、海上保安庁が民間人の保護の任務を担うことが想定されている。このような有事の際の対応を陸海空の3自衛隊と海上保安庁が行うにあっては、今回まとめられた統制要領では、その鍵となる防衛大臣が海上保安庁長官への指揮下とするには、時の内閣による閣議決定を必須とするとなっている。日本の国内法上の規定では、今回の統制要領の設定以前であっても、自衛隊法第80条において有事の際には、防衛大臣が海上保安庁を統制下に置くことを定めた条文はあったのだが、その具体的な措置を例示したものはなかった。そのために、今回の統制要領は、従来の自衛隊法第80条の内容に、より具体的で実践的な例示を示すものとなっており、有事に際しての3自衛隊と海上保安庁という、組織体の連携を、これまで以上に強固なものとする意図が感じられる。統制要領が、今回決定されたことによって、3自衛隊と海上保安庁とは、有事の発生を念頭に置いた合同での訓練を開始するものとされ、2023年5月に、机上における訓練、そして、翌6月には、実際の部隊による訓練が予定されている。海上保安庁が、こうした3自衛隊との合同での訓練を実施するのは、実は、これまでに前例はなく、近年増加の一途をたどっている尖閣諸島周辺海域での中国公船、具体的には中国海峡局の船舶の進出を睨んだものとなるのだろう。今回の統制要領の決定は、昨年2022年11月28日に衆議院の予算委員会で岸田総理大臣が行った答弁の内容に立脚しており、海上保安庁法第25条と自衛隊法第80条の規定を政治的に両立させながら、双方の連携の強化を図ることを期としている。万が一の際の有事の発生において、海上保安庁が有する装備、人材等のリソースは、日本国民の保護、及び海上での人命の保護を担うもので、ことに住民の避難という点では、自衛隊のような軍事組織ではないことがポイントとなる。軍事組織ではない海上保安庁が人命の救助や住民の避難といった任務を遂行することによって、3自衛隊は軍事的な作戦の遂行に傾注可能となるため、より一層その防衛力を必要とする動きを行いやすくすることとなる。こうした政治的な解釈に基づき、今回の統制要領の決定は、必要に応じて、有事の際に履行されることになるが、その際でも、海上保安庁のあり方は、従来と同様に非軍事組織である点に、変更はないことが、重ねて述べられている。あくまで、今回の統制要領の決定とは、防衛庁と自衛隊に集められた情報をもとに、それを通じ、3自衛隊と海上保安庁とが統一、及び一元化された指揮下で、迅速でかつ的確な役割の分担を担い、
有事に対処することを目的としている。現行の日本の行政制度上では、その長たる内閣総理大臣のもとに防衛大臣が所管する防衛省と国土交通大臣が所管する海上保安庁という構造になっているが、これを閣議決定のプロセスを経て統制要領は実施される。閣議決定で統制要領が実行に移された場合、防衛大臣が海上保安庁長官を臨時的に直接の指揮下に置くこととなるが、その場合でも海上保安庁の人事や経理といった事務領域は従来通り国土交通大臣が海上保安庁長官に対する指揮監督を継続する。それを前提として今回の統制要領の決定では、具体的で実践的な例示として、一住民の避難と救援、二対象船舶への情報提供と、その避難の支援、三捜索、救難と人命救助、四港湾施設などへの破壊活動への警戒、五大量の避難民への対処の五つが挙げられている。そして、これらの具体的で実践的な例示への三自衛隊と海上保安庁の対処については、すでに定められた国家安全保障戦略に記された戦略的なアプローチを実現すべく、以下の4つの項目について、相互の連携と協力を強化するとしている。まず、この4項目は、1運用として、各種の合同訓練の継続、及び進化、2装備と技術として、情報通信機能を持つ装備類の強化と、新技術の研究と開発。3広報支援として、施設、装備の相互間での活用。4人事と教育として、交流の促進と、人材採用活動の連携を挙げている。岸田総理大臣自身は、前述した、昨年2022年11月28日に、衆議院の予算委員会において、海上保安庁と三自衛隊との連携の強化という問題は、長年にわたって積み残されてきた政治的な課題であると発言し、その認識を改めて示した形だった。これも、前述の通りで、自衛隊法第80条において有事の際には、防衛大臣が海上保安庁を統制下に置くことを定めた条文は存在していたが、これも、実に69年前の1954年に制定されたものではありつつ、その先の具体策は、手つかずの状態だと言えた。こうした点については、通常は、多くの国が、自国の海軍と沿岸警備隊等の組織において、有事の際に、それらが、相互に連携を行い協力した活動を行うことは、自明の行為となっており、やはり、日本が太平洋戦争の敗戦によって置かれた立場の特殊性が際立つ。例えば、日本の唯一の同盟国であるアメリカは、アメリカ海軍と沿岸警備隊という組織を運用しているが、そもそも沿岸警備隊と名称では言うものの、それは陸軍、海軍、空軍、海兵隊、宇宙軍と並ぶ軍隊の一つに数えられている。アメリカの沿岸警備隊は軍隊にカウントされてはいるが、他軍が国防総省の管轄下に置かれていることに対し、国土安全保障省の管轄下にあり、その意味では、日本の三自衛隊と海上保安庁との関係にも近いとも言えるのかもしれない。そして、逆に、日本の最大の仮想敵国となっている中国だが、中国海軍と中国海峡局を有しており、後者は、アメリカのように、完全に軍隊の一部ではないものの、軍事警察に連なるほとんど、軍隊に準じる位置づけだと見るべきだろう。現在の岸田政権が、この2023年4月というタイミングで、統制要領の決定を打ち出した背景には、言うまでもなく、
尖閣諸島周辺海域への侵入を常態化させている中国海峡局の動きを睨んだものであることは明白である。日本国憲法が謳う戦争放棄の美名のもと、三自衛隊の存在すら羊だ憲法に違反する行為だと声高に主張する一部の団体や組織が跋扈する日本においては、今回の統制要領の決定もそうした反対派の格好の批判の材料にされている感が拭えない。しかし、個人的には、これまで日本政府が自衛隊法第80条に記載があるとはいえ、その具体策たる統制要領の決定を行えなかったのは、ひとえに冷戦構造下におけるアメリカの軍事力の庇護の下で、曖昧な態度でも問題が表面化しなかったゆえだと思える。沖縄の琉球新報のごときマスメディアは、今回の統制要領の決定をして、社説において、それ、つまり、海上保安庁と三自衛隊の連携の強化を指して、日本の軍事要請を推し進めようとする、極めて危険な動きだと書き立てている。こうした主張の展開について、中国の準軍事組織であり、尖閣諸島周辺海域への侵入を常態化させている、中国海峡局についてはスルーするのかと思いきや、日本が同様の行いをすることは緊張を高めるだけだと述べており、絶句するしかない。そのような理論の展開が、2022年2月に生起したロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、未だ大多数の日本国民に同意を得られると思考しているであろう、その考えには反論することさえ、無意に感じられる。